声の山梨県の広報誌、ふれあい。平成28年11月号、ボリューム151をお届けします。なお、昨年の4月号より、デイジー版も発行しています。どうぞご利用ください。今月号の内容です。伝統的果樹農業を世界農業遺産に。 お知らせは11件あります。おしまいに、山梨県のテレビ広報番組のご案内です。伝統的果樹農業を世界農業遺産に。県では、山梨市、笛吹市、甲州市とともに、共同地域世界農業遺産推進協議会を昨年10月に設立しました。 京都地域の伝統的な果樹農業の世界農業遺産への認定を目指し、今年9月、農林水産省の承認を受けるための申請書を提出しました。左上にある大きな写真、桃やすももの花が咲き誇る京都地域の桃源郷と説明があります。黄色や桃色、白などの花々に彩られる ななだらかな丘の写真ですす本文に戻ります世界農業遺産とは国際連合世界食糧機関 FAO が何世代にもわたり形作られ次世代に受け継がれるべき重要な伝統的農業や関連する文化景観生物多様性などを全体として認定し その保全と持続的な活用を図ることを目的とした制度です。申請の概要タイトル「盆地に適応した山梨の複合的果樹システム」「概要地形や気候を巧みに利用しながら多品目多品種の果樹を栽培し品質の高い果実を生産している」 ブドウ栽培発祥の地とも言われる共闘地域では伝統的で高度な栽培技術が受け継がれている果樹栽培と果実加工・観光を組み合わせることにより地域の重要な産業となっている四季折々に美しい景観を創出している果樹園地帯では生態系との共存が図られている認定によって期待される効果1 農業に対する自信と誇りの喪失。2. 優れた果樹農業の継承。3. 国内外における知名度やブランド価値の向上。4. 観光客の増加や農家所得の向上。世界農業遺産認定までの道のり。平成27年10月。 共都地域世界農業遺産推進協議会設立平成28年9月農林水産省による国内候補地の選定に応募申請書提出平成28年度内国内候補地の決定平成29年度予定 FAO 国際連合世界食糧機関への申請 FAO による審査などなお国内候補地の選定と合わせて日本農業遺産の認定審査が行われます日本農業遺産は農林水産省が国内の模範となる伝統的な農業を認定する制度です写真が掲載されています一つ目はぶどう、桃すもも柿 サクランぼが写っている写真です多品目多品種の果樹を長く栽培してきた共同地域と説明があります二つ目の写真には観光農園には多くの観光客が訪れると説明がありますぶどう棚の下に置かれたテーブルでたくさんの人たちが観覧しています三枚目は薬師如来像の写真 甲州葡萄栽培の歴史は1300年とも言われ、大禅寺、甲州市には、葡萄を持った薬師如来像がある、と説明があります。そして最後は、コロガキとグラスに注がれたワインの写真です。コロガキ、ワインなど果実加工も農家の経営を支えている、と説明があります。本文に戻ります。 以上、問い合わせ先は、農政総務課。電話、055-223-1581。ファクス、055-223-1585。インターネットで、共闘地域世界農業遺産と検索してください。お知らせ1。 県立京南高等技術専門校訓練生募集前期試験日12月6日火曜日出願期間11月22日火曜日まで受験資格高等学校を卒業した者かっこ平成29年3月卒業見込みのものを含む じなどでおおむね35歳以下の求職者募集課及び定員自動車整備課25名電気システム課20名試験内容数学国語面接問い合わせ先は「京南高等技術専門校」「電話0556」 22-3171ファクス0556223172インターネットで「京南犠牲」と検索してください2児童虐待防止研修会11月の児童虐待防止推進月間に合わせ 自動虐待の早期発見と啓発を目的とした研修会を開催します。日時11月28日月曜日午後2時から4時まで場所甲府市総合市民会館講師森田由里氏エンパワーメントセンター主催内容 生きる力を引き出す家族支援。しつけと体罰と虐待と子供の性被害。参加申し込みは郵送、ファクス、メール。問い合わせ先は子育て支援課電話055-223-1457。ファクス055-223-1475。 インターネットで山梨スペース児童虐待と検索してください。3県立農業大学校入学生募集前期試験日12月7日水曜日出願期間11月7日月曜日から11月18日金曜日まで募集日 要請課及び専攻課。なお、出願資格は課によって異なります。試験内容、要請課、国語総合、古文漢文は除く、数学1、小論文、面接、専攻課、小論文、面接、農業基礎、該当者のみ、 問い合わせ先は専門学校県立農業大学校電話0551322269ファクス0551322034インターネットで山梨農大と検索してください4 公立学校機関採用教員等募集。選考検査日、平成29年2月1日水曜日。受付期間、11月7日月曜日から11月25日金曜日まで。受験申込書は義務教育課、各教育事務所などで配布中。 義務教育課のホームページからダウンロードできます問い合わせ先は義務教育課電話055-223-1757ファックス055-223-1759インターネットで山梨スペース義務教育と検索してください5 山梨中小企業魅力発信親子セミナー県内の中小企業の魅力を発信し大学生等の就職を支援するためのセミナーを開催します日時11月27日日曜日午後1時30分から4時まで場所県立大学飯田キャンパス甲府市対象 就職活動を控えた大学生等と保護者セミナーに関心のある方内容就職活動に関するセミナー県内中小企業経営者との意見交換会参加申し込みは予約ポータルサイト山梨暮らしネットから申請問い合わせ先は「労政雇用課」電話「055 223-1562ファクス0552231564インターネットで山梨スペース中小魅力発信と検索してください6企業局60周年記念事業クリーンエネルギーフェスティバルクリーンエネルギーについて 楽しみながら学べる体験参加型イベントです日時11月12日土曜日午前10時から午後3時まで場所企業局発電総合制御所クリーンエネルギーセンター開始内容ソーラー電車の運行サイエンスショー紙すき体験など。 問い合わせ先は発電総合制御所。電話0552781211ファックス0552781210インターネットで「山梨スペースエネルギーセンター」と検索してください7「ワーク・ライフ・バランス・企業トップセミナー」 ワーク・ライフ・バランスを推進するため企業経営者等を対象としたセミナーを開催します日時11月22日火曜日午後2時から4時30分まで場所ホテル・クラウン・パレス交付対象企業経営者人事・労務担当者など内容県内外の 企業経営者等による自社の取り組み事例。山梨労働局による企業向け助成金の紹介など。問い合わせ先は、労政雇用課電話、055-223-1561。ファクス、055-223-1564。インターネットで、山梨スペース ワークライフバランスと検索してください。8、11月20日は県民の日。県民の日を中心に、県有施設、市町村有施設の無料開放や、共産行事、記念行事を行います。県民の日記念行事、交流広場、日時、 11月12日土曜日13日日曜日午前10時から午後3時30分まで場所古瀬スポーツ公園甲府市内容県内各地の特産品販売各種体験相談コーナーなど問い合わせ先は県民生活男女三角化電話 055-223-1350FAX 055-223-1320インターネットで山梨スペース県民の日と検索してください9屋外ならではの爽快感八ヶ岳スケートセンター青空のもと 八ヶ岳や南アルプスを眺めながらスケートを楽しみませんか場所北斗市小淵沢町3989-1営業期間11月20日日曜日から平成29年2月12日日曜日までなお期間中は無休で年末年始も営業しますただし 大会などで利用できない日があります。営業時間午前9時から午後6時まで。なお、土曜日は高校生以下の利用料が無料です。問い合わせ先は八ヶ岳スケートセンター。電話0551-364796ファックス0551-36。 4798インターネットで八ヶ岳スケートと検索してください10県民の皆さんのご意見を募集していますリニア環境未来都市整備方針の中間素案をまとめましたこの中間素案の内容について県ホームページ郵送ファクスでご意見を募集しています 募集期間11月7日月曜日まで問い合わせ先は「リニア推進課」「電話0552231363」「ファクス、0552231666」「インターネットで山梨スペースリニアスペース中間素案」 と検索してください11合同不動産購買地方税滞納者から差し押さえた土地や建物の入札購買を実施します日時11月8日火曜日午後1時30分から2時まで場所東八代合同庁舎笛吹市 参加資格対農者本人などを除きどなたでも参加できますが事前に購買保証金の納付などが必要です問い合わせ先は総合県税事務所電話0552619120ファクス0552619127インターネットで「 山梨スペース合同購買と検索してください山梨県のテレビ広報番組です枠時山梨 YBS 月曜日午後6時57分から7時まで11月7日森林環境税を活用した取り組み11月14日 丈夫なはそだて。11月21日。児童虐待防止。11月28日。富士の国山梨県民祭。音訳者中。県民祭の祭は、祭典の祭。本文に戻ります。なお、当番組は、枠時山梨ブログでもご覧になれます。 インターネットで、枠時山梨と検索してください。山梨イマジン、UTY、水曜日、午後6時55分から7時まで。11月2日、染色作家、古谷エナ11月9日、蕎麦打ち職人、朝倉ドミニク。11月16日、 県立甲府南高等学校野球部監督佐野大輔11月23日花農家佐藤博子11月30日競泳選手江原内イなお当番組は UTY ホームページでもご覧になれますインターネットで山梨イマジン と検索してください。山梨県の広報誌「ふれあい」は原則として毎月1日に新聞と山梨県ホームページ http://www.pref.yamanas.jp に掲載します。発行 山梨県校長広報課広報誌触れ合いについてのご意見やご感想をお寄せください電話0552231339ファクス 0552231525e mail ーーは koucho.pref.com 山梨 .lg.jp です以上で「声の山梨県の広報誌ふれあい」平成28年11月号ボリューム151を終わります。制作は山梨ライトハウスでした。